スルーしない。さあ、それではやっていきましょう。さあ、僕がお教えするのはこの面前陳述ですね。面陳、何待ちか、ため待ちですね。ため待ち、これ実際今13枚ここに出てます。ここで上ですね、上に出てますね。まあ、面前陳述ってすごい難しいって思うと思うんですよ。僕も難しいと思う時もあります。ただそれって何待ちももちろん難しいんですが、何持ってきたら何待ちになるかとか、何泣いたら何待ちになる、何泣くとか、そういうのも結構難しいってなってるんで、それも含めて面陳難しいよねってなってるんですけど、今回このプロテスト対策講座はこの13枚の廃止で何待ちですかというふうに問題が出ています。なのでこれに対しての対策というのを今日やっていきたいと思います。で、僕がおすすめというか、まあ、こうどうやって解いた方が一番簡単なのかなと思ったのは、まあ、これペンで書くことができますので下にと思い、今日はおすすめのやり方をお教えしたいと思いますので、よく聞いててください。まず面前陳述何待ちって言われた時によくあんこを抜くとかいうふうに言われてますね。じゃあ実際にあんこを今この上の図に222345566788となっているので、実際あんこ2つありますよね。2と8で抜いてみましょう。で、抜いてみると、まあ、3455667、この形が残ります。で、この形残った時のいわゆるこの7枚形ですね、今7枚で連なってる形になってます。これ何待ちか分かりますよね。サブロス総待ちですね。このベタンの形のサブロス総待ちになるという風になって、これ7枚形っていう言葉で使うんですけども、こうなると2面つ抜いたら全部7枚形になるんじゃないかなと、あるいは2面つ抜いた時にできる7枚形を作ってみましょうというのが僕のおすすめのやり方になってます。じゃあ実際にやってみます。で、2面つ抜くならば7枚形は2面つ1ジャントを作る形を待ちを作ります。じゃあ実際その7枚形のため待ち作ってみましょう。まず2、2、2、3、4、5、6、これ抜けますね。そうすると2面つ抜くことができるのが5、6、7、8、8、8、これ2面つ抜けてますね。そうなると残っている2、2、2、3、4、5、6、この7枚形の形、これだったら何待ちって言われたら分かりませんか。1、4、7、3、6っていうふうに待ちが5個ありますね。5種類の待ちがあります。同じように一回消します。もう一個7枚形をじゃあ探してみましょうと言った時には、今度こっちですね、5、6、6、7、8、8、8、これも7枚形ですね。で、こっちの左側に2、2、2、3、4、5と2面つできてます。で、先ほども2、2、2、3、4、5、6の形でイースチーソサブロッソと待ちが5種類、この待ちはもうこの13枚の提案の中の待ちとしてあります。なぜなら2面つ抜いた後にできている手配なので待ちとして存在する待ちです。同じようにこの2面つ抜いてできた7枚形ですね、この5、6、6、7、8、8、8、これで何待ちかと言われたらスッチーソローソー、あれさっきイースーチーソーサブロッソーってなってたので、これ待ちかぶってるな、かぶってるのは除外です。となると何が難しいって、なんじゃあ7、8、8、8、8って取った時にここですね、9って当たるのかなってなった時には、他のメンツも考えてみましょう。他のメンツで3メンツできてますかと、これ3メンツできてないんですよね。なので9は当たらないとか除外できます。なので7枚形を作ってみるのが一番やりやすいかなと思います。となるとこれで7枚形作れるのも、まあ、3、4、5、5、6、6、7とかの7枚形も作れるんですが、待ちはかぶってます。ということでこの陳述の待ちはイスチーソーサブロッソーという御免待ちになるというこの例題でやってみたんですが、じゃあ次に実際この7枚形を使って次の問題を解いてみましょう。ピコ、この形ですね。
この形も実際7枚形を作ってみましょう。まず1234445、この7枚形できましたね。7枚形の町天杯形ができたとなった時に、残っている566778、これ2面積できてますね。なのでこの町が存在します。ということはサブロッソウーソー、サブロッソウーソーの町がまずここで一つ町としてできました。じゃあこっち側にちょっと3365って書いておきますね。じゃあ次に他の名前形はあるかなと、2面積抜いてみましょう。で今度はここのカッコ先ですね、123444、これも2面積できてます。で抜いた時の形が556678と、この7枚形を見たらもう何待ちか分かりますよね。58で、あ、さっきの365の中に8はないなということで、これ8がプラスされます。さあ他に7枚形を探してみましょう。お、こういう抜き方もあるな。123と567、この2面積を抜いた時にできる形は444578、まあ、いわゆるかなり形のいい7枚形ですね。この形もできますね。これ123と567抜いてるんで、この形の7枚形も作れます。となるとサブロッキューソーウッパッソーが抜けますね。町として存在できます。サブロッキューソーウッパッソーということは、この3658は4つ被ってるんですが、1個被ってないのがあります。そうすると9ですね。なので今現状36589と町が存在します。で他にも7枚形はじゃあ考えてみましょうってなった時に、考えていくと町が同じように存在している町のが多いんですね。これで作れる7枚形はで、1が当たるバージョンとか2が当たるバージョン、4が当たるバージョンなどを実際探す、7枚形を作れますかと。2面積抜いた時の7枚形を作れなければ町として存在しないんじゃないかと。例えば2面積抜くんで678と、じゃあ思い切って444抜いてみますか。444と678を抜いてみましょう。そうすると123と5567ですね。これは普通に4連携の一発走ですね。なのでこれ皆さんお気づきになったと思うんですけど、7連携を作るのは連続している形じゃないと抜けないです。7連携にはならないです。123556っていうのは7連携ではなく5567の4連携の町ですね。天杯形になりますので、ということでこれ以上に7枚町7連携を作れないので、この陳逸の町は36589というのが町になると。要は7枚形を抜いてやると町ができますよという形になってます。ここまでお分かりいただいているでしょうか。ではそれも全部踏まえて最後の問題をやってみましょう。ででん、さあこの出ましたね、最後の問題。皆さんがこの陳逸というものに一番難しいと思うのはやっぱ貫通ですよね。この貫材が入っている時っていうのは本当に難しいですよね。なのででもこれもじゃあ2面図抜いて7枚形を作ってみましょう。まず一番最初に簡単なのはあんこを抜く。でこの貫通になってるところもあんことして抜いちゃいましょう。なのでこれ222抜きますね。で777これ抜いています。すると形で残るのは3456で、7は1枚残ってますね。78ということで、まずこの7連携の町はサブロッキューソーの町ができます。なのでこれサブロッキューソー書いておきますね。じゃあどんどん7枚形を作ってみましょう。さあ次に7枚形を作るので、じゃあ2面積抜いてみましょうということなの で、7枚形はやっぱり連続している形じゃないとダメと先ほどお伝えしたので、この222345、この2面積を抜いてできる形が667778、この667778という、これですね。この形も見たことありますね。でこの形の町はウッパッソーロッキューソー、
になります。なのでこのサブロッキュー層に存在してない運送パーソンも入ります。どんどん七枚系を作って、これ、ね、結構ね七枚系が作れちゃうんですよ。次の七枚系を作ってみましょう。他に何があるかなと考えていきます。今度はあこっちの二面積も取れるなというのは777であんこで取ります。そして678、このこっからここまでで2面積作りました時には、一番最初の例題にあった222-3456という7枚系が存在できますね。そうすると今度はイースーチーソーサブロス層、これサブロス層はかぶってますが、このイースーチーソーが増えます。あれもう 8種類も出たなと。ってなるとあとは2と2が当たるかどうかを考えてみましょう。これちなみに今7枚系作れたんで全部これは町に入ります。じゃあ2が当たる7枚系を作れるかどうかですね。この中で2面積抜いて7枚系が作れるのがもう1個ありますね。じゃあこの2を抜いてみましょう。2を抜きます。これ1面積。そして今度は678も抜いてみましょう。この7をあんこで使う345677777、この7枚系も作れました。となるとこの町はリャンウッパソーサブロッソとなるので、なんと2も増えましたね。で先ほどちょっとイースーチーソーって言ったんですけど、イースーチーソーサブロッソの時のチーソー、このチーソーっていうのは貫通になってます。これすごく大事なメンチンの問題の解き方なんですけど、チーソーが貫通でこの手配に組み込まれている場合はチーソーは書いてはいけません。なぜなら間違いがないので、これは間違いないでください。あ、イースーチーソー7枚系作った時にチーソーも当たるなっていう待ちになってる時でも、貫通で手配に組み込まれている時は待ちの種類の中に書かないように、この注意点がすごく大事なので、これ1個書くだけでバツになってしまいますので、貫通で入ってるのでのに待ちになってる時は必ず書かないようにお願いします。さあ以上の点でこれ消しますね。鎮圧の解き方、この紙に書いてある、実際紙にあって何待ちって言われた時には下に書くスペースとかもあります。なのでこれがこの待ちは当たるかな、この待ちは当たるかなっていうのを見つけるためのやり方がこの7枚系を作ってみる。この13枚系で何待ちって言われるのはやっぱりあれでもあるこれもあるとかなかなか難しく考えちゃうと思うんですね。なので7枚系を自分で強く、必ず7枚系の待ちを全部頭にインプットして自分で作れるように、この13枚か7枚系作って2面積抜いてみるっていう風なやり方をやってみれば、この面前陳一の何待ち多面待ちが分かりやすくなるかなと思います。